私めっちゃ好きだったよ。えロングシュートとサワーペーパーはマジで私たちのアーティストも多分もしかしたらファン。これ欲しい。ネジネジシュガー。さよです。ラブです。ゾディアックです。マリコです。2020年にチームを結成した彼女たちは2022年にリグナイトに加入。リグナイトリリーとして出場した初の公式大会 2022VCT ゲームチェンジャーズでは圧倒的な連携力を見せ国内2位という記録を収めました。2023年に開催される大会でも注目が集まっています。前回はここデックス東京ビーチにて射的とレトロゲームを満喫したリグリリ一行。続いて訪れたのは駄菓子屋ハイカラ横丁。駄菓子の数が豊富なだけでなくお店の至る所にはレトログッズがたくさんあるのもこのハイカラ横丁の魅力です。駄菓子屋行ったことありますか？めっちゃ行ってた。ロケがあるのすごくない？そう、めっちゃ行ってた。お姉ちゃんと行ってた。誰しもが食べたことある。ね、これ食べたいよね。これミンチョにあげる。ミンチョにあげる。好きかわかんないけど。これあげようかな。これおいくら？本当？おいくら？200。待ってこれさ、計算しながらだよ。計算しながらだよ。あれちょっとおいくらこれ？頭脳ミンチョにこれあげる。私がめっちゃ好きだったお菓子、ロールキャンディー、ミンチョにあげる。これは飴？飴ではないんだけど、グミでもない。なんかよくわからない。なんだろう。わかんチューイングキャンディーみたいな感じでなんかめっちゃ丸まってて美味しいの。あね、これわかる？わかる。え、でも食べなかった。え、美味しいよ。美味しいの。梅。梅大好き。梅大好きだから買っちゃいます。あと200円いいの。タラタラしてんじゃん。私値段見てない。え、何？で、これ知らない。これめっちゃ食べたんだけど。これ食べてる。食べた。明太子。え、なに？おちょる。知らなかった。でも、キムチは知ってたけど、明太子が知らなかった。明太風。よし、どれ食べてたんだろう。あと100円。なんで計算できてるの？強い。入れてる。え、ロングチューわかんない。え、知らない。めっちゃ好きだったよ。え、もし、ロングチューとサワーペーパーは、マジで。これは嫌い。これ。え、確かに。待って、これミントあげよう。え、これ200円、300円ぐらいいってんのかな。あと200円。これめっちゃ美味しい。これも食べたことないの。これ豚麺。え、嘘。ないの？ないの？なかった。え、これ食べたことない？私これない。ない。え、これめっちゃ美味しいよ。ヒントどうしよう。これとかいろんな種類ある。最高だね。この一番下も好きだったよね。よし、普通のしか食べたことないチキン。めっちゃ美味しいよ。ソースと鶏ガラ醤油。いいね。間違いない。美味しい。なんか懐かしいの。あ、これ懐かしい。買います。沖縄そばある。ちっちゃいのさ、買おう。ほぼないんだよ。え、ないよね。え、私これ買おうかな。買って。え、買おう。美味しいよ、絶対。一回ミンチョのカゴちょっと見せてもらって。はーい。一番どれがおすすめですか、ミンチョ。一番おすすめ。え、どうだろう。私はこれ好きだった。これ。これめっちゃ好き。あ、酸っぱいやつ。そう、一個酸っぱいのがあって、三つ入ってるんだけど、一個大当たりがある。めっちゃ美味しいこれ。あ、ミンチョにもあげよう。あ、そうだね。おすすめしてもらったの買おう。あ、ホイップル。ホイップル食べたい。普通に。はい、これミンチョのです。いっぱい。コーラ。いや、ブドウが何個？これ何個？22円。26、26+22は。え、タコせん買ってあげたいけど高え。これだけでもう400円。全然あげよう。これ韓国いなかったっけ。え、なんか似てるやつはあるよね。これめっちゃ好きだった。私卒業、小学校の卒業式とかに待ってた。え、そうなの。そう、めっちゃ食べた。
けよ。え、ミンチョさん用ですか。ミンチョさん用で今計算できてる。計算できてない。でも途中から諦めた。かば焼きさん、え、これ初めて見た。あ、マジで、ね、これマジ大好き。チョコ、チョコ入ったマシュマロ神、これいっぱい買う。え、高っ。でも昔10円だったのにだいぶ高くなってる。え、じゃあちょっと節約しよう。サムさん、あと5分みたい。あと5分、時間が。マジかよ。なんか、あと5分って言ってた、さっき。さっき5分だったから、もう5分ない。やばいやばい。え、すごい、なんかガチャガチャしてる。結構、ちっちゃいの、ちっちゃいのいっぱい買ってる。え、探す。私もなんかちっちゃいのいっぱい買おう。これは外せないのは、デリボです。え、小さい時からもう何本も買って食べてました。もう今でも好きかな。いっぱいガチャガチャ買いました。一押しこれです。ヨーグレット、ちっちゃい頃おばあちゃんに買ってもらってずっと食べてました。これ一押しです。食べてみてね。この中で一押しはやっぱ駄菓子屋で行ってた時にめっちゃ買ってたこのロールキャンディ。めっちゃ美味しい、癖になる味。グレープ味大好きで。ガチャガチャしてるけどこんな感じです。一押しはこれです。これ見たことある人いると思う。ラーメンにもできたりパスタにもできるんですよ。これペペロンチーノで、でも粉の量多いからちょっと要注意なんですけど、めっちゃ美味しいです。もうおすすめ。ミントの分も買ったよ。楽しみにしててね。楽しみにしててね。駄菓子をたくさん購入してご満悦なリグリリが次にやってきたのは、同じデックス東京ビーチシーサイドモール3階にあるカプセルトイ専門店シープラ。虹をテーマにしたカラフルな店内にはなんと600種類を超えるカプセルトイが設置されています。私もガチャリテ。これ見て、かわいい。一人ずつ入ってるんだけど、かわいい。これにカラビナ付きポーチに今からやるガチャガチャを詰めていこうと思います。これスタッフさんが用意してくれたんだって。すごい、みんなの前入ってる。これにプラスリグリリバージョンのポーチも作っていきたいと思います。ちょっと予算は1人2500円。すごいね、2500円。重たい。ということで早速ガチャガチャやっていきたいと思います。いくぞ。あ、あう。このミッキー狙おうかな。これめっちゃなんかすごい貫禄ある。ミッキーです。じゃーん、マジで可愛い。ゲット、狙い通りですね。私たちのアーティストも多分もしかしたら大変されるかもしれないので、ぜひまた買ってください。これ他のかわいい。これパン、これ欲しい。ネジネジシュガーでかい。お、え、ネジネジシュガーだ。やったー。おめでとうございます。やったー。やっぱこれ可愛いからやっぱこれ一回やりたいと思います。ゲットしました。このデカさちょっと無理かも。え、でも可愛い。これちょっと抜いていいかな。これ抜きます。え、待って、永遠泣いてる。あ、ずっと泣くかもこれ。可愛い。でもわかん、中身見てもわかんないかもしれない。これは
魚取るやつ、なんか掴むやつ。え、これクーラーボックスかな。あ、めっちゃ可愛いぜ、ウッキー。ウッキー入っててわかるかな。すべてがおしまいになった。え、これめっちゃ可愛いかも。これ私意外と好き。これは多分誰も買わないと思う。あえてこれをできたら、あ、ヒロがいいな。アヒルなのかな、この色は。カッパっぽいな。あ、でも、尻尾がちょっと。どうする？え、これ行こう。やっぱこれ行こう。これ行こう。行きまーす。あえ、結構でかっ。めっちゃすごい。かわいい。ちょっとびっくり。え、待って、びっくりした。これ目と思ったら全然。目いっぱいあるんだから、そしたら。かわいい。かわいい。これにしようかな。カワチーで。やばい、ここで全部運を使ってしまってるかもしれないです。ちょっと当てすぎ。これアクスタの横に立ててほしい。以上、以上です。いっぱい。私のポムちゃん。ポムポム、これさ、スクイーズみたいな。あ、でも硬いね。今日意外と。やばい、ゴミが。これレトロな。何してて？力づくで飛ばない？怖い。ああ、ありがとう。可愛い系やん。可愛い系。えわし、可愛い？これ可愛い？それ買った、私も。え？買った？何色だった？今それは。お楽しみ。お楽しみ。綺麗だったの？え、どうしたの？どうした？え、可愛いじゃん今。可愛い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 。え、マジこの黄色欲しかった。可愛い。どれ？この黄色、これね。こっちマジ可愛い。普通にリアルで欲しい。え、そうなの？マジ黄色欲しかった。え、おいしいね。青い欲しかった。青欲しかった。え、今のあった？可愛いの？はい。ということで、みんな、どうだった？楽しかった。楽しかった。久々のガチャガチャ。本当、何年ぶりかのガチャガチャだったけど。大きいものから小さいものまで。色あるだった、本当に。ここでサプライズがあります。なんとガチャガチャのついたポーチを視聴者さんにプレゼントしたいと思います。詳細は概要欄とかツイッターとかを見てみてください。合わせてね、合わせてね。ラム、サヤ、ジュリアップ、マリッポ、ありがとう。早く会いたいね。みんなも動画見てくれてありがとう。リグナイトリーリの応援もよろしくお願いします。ずっと応援してね。バイバーイ。